え、違法建築？夫がそう尋ねると義母は得意げに語り始めた。ええ、この弁護士さんによるとここは間違いなく違法建築なのだそうよ。だからこのままあなたたちがここに住み始めていると問答無用で退去することになり、さらに罰金も支払わないといけなくなるんだって。だから私にこの家を譲りなさい。私の名前はみゆき、35歳の会社員だ。夫のマサトとは結婚して3年になる。私たちは共通の友人の紹介で出会った。彼は最初緊張していたのか全く話さなかったので、私は彼に興味を持たれなかったのかなと少し残念に思った。だからただの男友達としていればいいかなと、そんな風に思おうとした。だがそれからすぐに2人で会いませんかと連絡が。私は不意をつかれてしまって逆に彼のことを意識してしまった。そしていざ2人で会ってみると緊張が解けたのか、彼はたくさん話をしてくれた。自分のことをいろいろ話してくれたし、また私のこともいろいろ話してくれた。その時に言っていたのだが、マサトは人見知りらしく、初対面だと本当に別人のように会話ができないらしい。まあこれはプライベートで女性と話す時のことだけらしく、男性とか他には仕事の時などは全く人見知りは出ないそうだ。私ももともとそんなに恋愛上手ではない方だが、初対面の女性とあそこまで会話ができないというのは確かにモテるのは難しいかもしれない。実際マサトは顔もいいし、話してみると面白いし、紳士的だし、仕事だってちゃんとしている。一般的な女性が望む女性の基準から考えても結構いいところに行っていると思う。マサトもダメ元で私に2人で会わないかと誘っていたらしい。前にも友人の紹介で女性と会ったそうなのだが、2人で会うことは断られたそうだ。だから私が会ってくれてとても嬉しかったそうだ。そんなことをまっすぐな目で言ってきたので私はドキッとしてしまった。天然なのか硬派なのか、それとも高度なテクニックが使えているのかわからないが、私はすっかりマサトに惹かれてしまっていた。そして彼から告白されて交際がスタート。順調に交際を続けた私たちは2年の交際を経て結婚に至った。マサトからプロポーズされた時は本当に嬉しくて天にも昇る心地だった。マサトは付き合ってからもずっと私に優しくて大事にしてくれていて、まるでお姫様のように私を扱ってくれていた。だからそんな彼と結婚することができたなら、きっと素敵な結婚生活が送れるだろうと思っていたからだ。だが結婚はまずはお互いの両親に会って挨拶をしなければいけない。私の親は前々から結婚はまだかと私のことをせかしていたので、結婚相手が現れただけですぐに OK していた。そしてマサトと直接会って話してみて、彼が誠実であることが分かり、さらに喜んでいた。マサトも私の両親のことをいい人たちだねと言ってくれたのでとても嬉しかった。それから私たちはマサトのご両親に挨拶をしに彼の実家へ。出迎えてくれたのは彼の母親だった。はじめまして、みゆきと言います。ようこそ、どうぞ入って。丁寧な言葉遣いではあったが、なんだか素っ気なさを感じた。これはもしかしたら一筋縄ではいかないかもしれない。そう思った途端にものすごく緊張してきた。彼の母親に案内されて居間に行くと、彼の父親がソファーに座って私たちを待っていた。すると彼の父親は立ち上がり、私の前までやってきた。いきなり怒鳴られるのかと私は身構える。はじめましてみゆきさん、マサトの父親です。今日は会えてとても嬉しいよ。ささ早速座って座って。あ、どうもありがとうございます。彼の父親はとても素敵な笑顔で優しくそう言ってくれた。私はあっけに取られながらソファーに腰掛ける。でも彼の父親がいい人そうでほっとした。クールな母親に明るくて陽気な父親、対照的な二人を目の前にして私は面白い組み合わせだなと思ってしまった。マサトはもしかしたらどちらの性格も少しずつ受け継いでいるのかもしれない。そう考えるとお母さんは人見知りなのかもしれない。そんな風に私は勝手にポジティブに捉えていた。だから彼の母親の本性に気づくことができなかったのだ。
彼のご両親も結婚を認めてくれて、私たちは無事に結婚をすることができた。式も挙げて新婚旅行にも行き、結婚生活がスタート。夫は結婚してからも優しくて、私よりも仕事が早く終わった時は料理を作ってくれる。自分も仕事で疲れているはずなのに、お疲れ様と言って温かい手料理を出してくれるのは本当にありがたいし、毎回キュンとしてしまう。夫と一緒にいる生活はとても楽しくて癒されて、毎日が幸せだ。夫とならきっとこの先何十年でも楽しい日々を送れそうだ。そんなことを私は思っていた。だが結婚して1年ほどが経った頃から、やたらと義母が連絡をしてくるようになった。ああ、もしもし、みゆきさん。今仕事中なのですが、急ぎのようでしょうか。別に急ぎじゃないわよ。今度のゴールデンウィークの予定を聞きたかっただけだから。そうでしたか。仕事から帰ってきたら予定を確認して連絡しますね。わかったわ。お願いね。義母はこんな風にわざわざ私の仕事中に自分が気になったことを電話して聞いてくる。私は仕事が忙しいので、できればこういう電話はやめてほしい。さすがに電話がしつこいので、私は夫に相談した。夫はまさか義母がそのようなことをしているとは思っていなかったようで、とてもびっくりしていた。わかった。俺から母さんに言っておくよ。ありがとう。お願いね。夫が注意してくれるというので、これで一安心かと思ったのだが。休日にインターホンが鳴る。はい、今出ます。って、え、お母さん。こんにちは、みゆきさん。いきなりどうしたんですか。なに、息子の家に来ちゃダメなの。いや、そういうわけじゃないんですが。まったく、失礼な嫁ね。義母はいきなりアポなしで家にやってきたのだ。私の慌てている声が聞こえてきたのか、夫が玄関にやってきた。どうかしたの？って母さん、なんでいきなり。あら、マサトまでそんなことを言うの？せっかく息子の顔を見に来たっていうのに。母さん、それなら事前に連絡くらいしてくれよ。今日来たくなったんだからしょうがないでしょ。義母は身勝手にもアポなしでやってきてはそのような態度をとった。そして私には気になることがあった。その荷物は一体。ただ遊びに来たにしては少し大きい気がする。お泊まりのための着替えとかよ。え？母さん泊まる気か。せっかく遊びに来たんだもの、泊まるに決まってるじゃない。さすがにそれはダメだよ。どうしてよ。普通に考えて連絡もなしに息子夫婦の家に泊まるなんてありえないだろう。そんな、お願い泊まらせてちょうだい。ダメなものはダメだ。自分の家に帰ってくれよ。それは嫌なのよ。義母は浮かない顔をした。さすがに私も夫も何か事情があるのかなと思い始めた。どうして。夫が義母に聞く。実はお父さんが不倫してる気がするの。え、父さんが。私も夫もびっくりしてしまった。まさかあの優しい義父がそんなことをするとは思えないからだ。なんでそう思うの。確証はないんだけど、最近やたらとスマホを確認してたり、身だしなみに気を使い出したり、遅くまで帰ってこなかったりしてて、証拠もないから問い詰めることはできないんだけど、女の勘でなんとなくそんな気がするの。そんな、父さんがまさか。私もまさかそんなことするはずないって思ってるわ。でも一度疑ってしまうと全てが怪しく見えてきてしまって、そしたら一緒にいるのがなんだか辛くなってきちゃって。そう言ってボロボロと泣き出す義母。私も夫もさすがに気の毒になってしまった。みゆき、今日は母さんを家に泊めてあげてもいいか。うん、いいわよ。母さん、そんな思い詰めてたのに気づいてあげられなくてごめん。今日はこの家に泊まってゆっくりしていきなよ。ありがとう、マサト。まさかあの義父が不倫をしているとは思えないが、でも義母の落ち込みようを見ると嘘を言っているようには見えない。女の勘は当たるというし。義母は土曜の夜に泊まって日曜の昼頃に帰った。せっかくの土日が潰れてしまったが、まあこういう問題が起きている時は仕方ない。
だが義母は今回のことで味を占めたのか、翌週も再びやってきた。母さんまた来たのか。だって日に日に怪しく思えてきて、一緒にいると気が苦しそうになるのよ。義母が切迫した様子でそう言ってくるので、私も夫も仕方ないと思い義母を泊まらせた。だが翌週もその翌週も義母はやってきて、正直言って私たちは義母の相手をするのに疲れてしまった。そのため義母がまた来た時に、夫は母さんもう限界だ、これ以上来られても困ると言った。夫がそう言うと義母は悲しそうな顔をして嘆いた。どうしてそんなこと言うの？あなたも私のことをそうやって避けるの？避けるってどういうことだよ。お父さんたら、私とコミュニケーションを取りたくないのか。最近は私が寝てる時間に帰ってくるし、朝も私が起きる頃にはすでに会社に行ってるの。だから全然会話もしてないし、顔だって見てないの。そんな風に避けられていると土日に一緒にいるのも嫌になって。そうだったのか。どうやら義両親の問題は深刻のようだ。夫は仕方なく今週も義母を止めることにした。だが私は少し気になることがあった。それは義母が日曜の昼頃に帰る時にやたらと念入りに化粧をしていることだ。まあ義父と会いたくなくて友人とかと会って時間を潰しているのかもしれないが、なんとなく怪しいと、それこそ私の女としての勘が言っている。夫にそのことを話すと、母さんにバレないように父さんに確認してみようと言った。私もそれに賛成して、私たちは義母が日曜の昼頃に帰っていった瞬間に義父に電話をした。もしもし父さん。ああマサト、どうした？最近母さんがよく家に来てるんだけど、何かあった？え？ちょっと待ってくれ。何かあったとはどういうことだ？夫は言いづらそうにしながら、義母が私たちに言ったことについて説明した。すると義父は、それは違うと否定をした。むしろ、平日にしょっちゅう家にいないのはあいつの方だぞ。え？友人との集まりが多い中で夜遅くまで出歩いてるんだ。それで疲れて帰ってくるから、私が仕事に行く時間も爆睡してるんだ。週末に関してはみゆきさんに家事を教えるために泊まり込みで教えていると言っていたぞ。え？私にですか？義父の発言に私も夫も驚きを隠せなかった。父さん、母さんはみゆきに家事を教えるどころか毎回お客さん状態で何もしてないけど、それにみゆきは家事なんて教わらなくてもできてるし、料理だって上手だ。夫がそう返したので義父は驚いていた。それじゃあ、あいつはなんで毎週のようにマサトたちの家へ？私たちは一気に義母が怪しいと思い始めた。父さん、今母さんを問い詰めてもきっと尻尾を出さないと思うから、ちょっと泳がせてみないか？夫がそう提案すると義父も分かったと言った。義父は何も知らないふりをして、いつも通り過ごしながら義母の行動を注意深く見るようにしたそうだ。そして私たちは義母が泊まりに来るのを拒むようにした。義母は、どうして私がこんなに苦しんでるのにと言ったが、夫がもうそろそろ面倒を見きれないから、父さんと話すか、それか別のところに泊まりに行ってくれと言うと、しぶしぶ了承した。わかったわ、お友達の家に泊まらせてもらうようにするわ。本当にお友達なのだろうか。私たちは怪しいと思いながらも、義母がこれ以上家にやってくるのは嫌だったので、特にそれ以上は何も言わないようにした。義母には内緒にしていたが、私と夫はだいぶ前から新しく家を建てる計画を立てていて、着々と準備を進めていた。義両親にはある程度話が進んだところで報告しようと思っていたのだが、義母がやたらと家に来るようになってからは報告することを躊躇してしまい、夫と様子を見ようということになっていた。実はもう完成間近で、あと 1,2 週間ほどで完成なのだ。新居に義母が勝手に来ることは嫌だったので、新居のことは教えていない。それに私たちの仮説が正しければ、義母はおそらく不倫をしている。だから義母には内緒で引っ越すことにしたのだ。そしてついに新居が完成し、私と夫は引っ越しをした。新しい家はとても綺麗で広くて理想通りの家だった。私も夫もこれからの人生をここでずっと一緒に過ごすと考えてワクワクした。
そして荷物も運び終えて荷ほどきも終えて新居での生活がスタート。だが引っ越して数日ほどが経った頃、驚きの出来事が起きた。とある休日にインターホンが鳴ったので画面を見ると、そこにはなんと義母の姿が。私はびっくりしてヒッと声を上げた。夫がどうしたと言って近づいてきたのだが、夫も画面を見てびっくりしている。そんな、なんで母さんが。私たちは誰も義母に住所は教えていない。そして義母の横にはスーツ姿の男性がいた。一体この人は誰なのだろうか。インターホンが何度も鳴るので私たちは仕方なく出ることに。やっと出た、いないかと思ったわ。母さん、どうしてここが分かったんだ。そんなことどうでもいいでしょ。母親に新居を建てたことを言わないなんて水臭いわね。そう言って義母は横にいるスーツの男性について説明し始めた。それより彼はあなたたちの救世主なのよ。え？義母の話によると、この男性は弁護士らしい。義母よりも一回りほど若く見えて、だいたい40代後半くらいだろうか。母さん、どういうことだ。救世主ってどういう意味だ。それはね、この家が違法建築だってことよ。え、違法建築？夫がそう尋ねると、義母は得意げに語り始めた。ええ、この弁護士さんによると、ここは間違いなく違法建築なのだそうよ。だからこのままあなたたちがここに住み始めていると、問答無用で退去することになり、さらに罰金も支払わないといけなくなるんだって。私と夫は目を丸くしながら話を聞いていた。だから私にこの家を譲りなさい。え？どうしてそうなるんだ。弁護士さんは私の友人でね、私がここに住むのなら融通を聞かせて違法建築がなかったことにしてくれるのよ。だからあなたたちにも申し訳ないけど、ここを出て行ってちょうだい。そうすれば家が無駄にならなくて済むでしょ。ありえない理論を展開する義母に、私はとことん呆れてしまった。夫も冷めた表情で話を聞いている。隣にいる夫がスマホを取り出して義父にメッセージを送って連絡を取り始めたので、私はため息をついて義母と弁護士の方に話し始めた。一体どういう根拠があってこの家が違法建築だっておっしゃるんですか。私がそう言うと、弁護士は鼻で笑いながら、こういうのは素人の方に説明をしてもわからないでしょうと言い返してきた。義母も、みゆきさんにはわからないから話しても意味ないってことよと笑った。義母はどうやら私の職業のことをちゃんと覚えてないようだ。お母さん、私言ってませんでしたっけ、建築会社で働いているって。え？そうだったっけ。義母の表情が曇る。私が専門知識を持っていると知って焦っているようだ。だが弁護士の方は少し余裕の表情をしていた。建築会社で働いていながら、この家の違法建築に気づけないのはいかがなものでしょうかね。この家は私が働いている会社が担当しているので、違法建築なんてありえないですよ。弁護士の方が挑発してきたので、私も言い返してやった。だが弁護士はさらに食い下がってきた。それは会社自体が違法建設を隠蔽している可能性がありますね。信用できない会社だ。弁護士がそう言って笑うと、義母もほっとしたのか一緒になって笑った。みゆきさん、トラブルにならないうちにそんな会社辞めちゃいなさいよ。私はため息をつきながら二人に名刺を見せた。私が勤める会社が違法建設を隠蔽しているなら、世間を揺るがす大ニュースだと思うんですけど。弁護士と義母は私の名刺を見て驚いていた。それはたとえ建設会社について全く知識がない人でも知っているほど有名な大企業だからだ。あなたはこの大企業が建設を請け負った家の違法建築を見破ったってことですよね。マスコミにでも言ったらどうですか。相当な額の和解金をもらえるんじゃないですか。ま、虚言なら相当な額の名誉毀損になる損害賠償が請求されると思いますが。私の発言に義母と弁護士がたじろぐ。するとインターホンが鳴ったので、夫が玄関を開けた。そこにやってきたのは義父だ。おい、お前ここで何やってるんだ。あなたどうしてここに。そんなことはどうでもいいだろう。それよりお前がその横にいる男と不倫している証拠は掴んでるんだからな。義父がそう言うと、義母は激しく動揺した。な
何を言ってるのよ。この方はただの弁護士さんよ。そうやってごまかす義母に、義父は更新所に依頼して入手した不倫の証拠写真を義母に見せた。確かにそこに写っているのは今私たちの目の前にいる男性だ。義母と弁護士を名乗る男の顔が一瞬にして青くなる。言い逃れはできないぞ。お前と割り込んだ。そして慰謝料も請求するからな。そんな待ってよ。そんなお金今の私にはないわよ。そんなの知らない。働いてでも支払え。こっちも弁護士を雇ってお前ととことん戦うからな。義父は私たちに邪魔をしたな、また今度ゆっくり遊びに来させてもらうよと言って家を後にした。義母と男性はショックでうなだれている。私は横にいた夫がいないことに気づいた。そして家の居間の入り口で夫は二人にこう言った。さっき弁護士さんの名前を弁護士事務所で検索しても出てこなかったんですよね。弁護士バッジも見当たらないし、もしかしたら偽物を語ってるのかなって思って通報しておきました。その発言に義母と男性がぎょっとする。そんなこの方は本物の弁護士よ。義母がそう言うと、夫はじゃあ弁護士の番号を教えてください、検索するのでと返した。番号？義母も男性もよくわかっていないようだ。これはつまり自分が偽物だと言っているようなものだ。夫は二人が逃げられないように入り口を塞いだ。母さんがここまで最低な人だと思わなかったよ。俺も母さんとは縁を切るから、二度とここには来ないでくれよ。来たら即刻通報するから。そんなほどなくしてパトカーが到着。義母と男性はそのまま連行されていった。そしてその後、義母は義父と離婚することになり、慰謝料を請求された。不倫相手の男性とはバーで出会ったらしく、相手がどんな仕事をしているのか義母も詳しくは分かっていなかったそうだ。蓋を開けてみたら、その男性は過去にも詐欺行為をしていて、今回の逮捕で刑務所行きになったらしい。義母は義父のスマホを逐一チェックしていたらしく、そこで夫が義父に送った新居の住所を知り、不倫相手と一緒に私たちの家を乗っ取って、そして義父と別れようと計画を立てていたらしい。まあ作戦がガバガバすぎて、よくその作戦を実行しようとしたなとびっくりしたが、現在義母はボロくて安いアパートに住みながら、パートで働いて借金を返す生活を送っているらしい。全ては自業自得だし、同情なんてしない。一方私たちは新居で快適な生活を送っている。義父も遊びに来てくれて、3人で楽しく家で食事をとったりした。これからも私は素敵な夫とこの家でたくさん思い出を作っていこうと思う。まさか義母が不倫をしていて、さらには息子の家を乗っ取ろうと考えていたなんてびっくりですね。何はともあれ、家が守られて平和な生活が戻ってきてよかったですね。これからも素敵な男性と幸せな日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。